どうもこんにちは。構えはこうじゃなくてこうのバスタです。って見えないっすね。見えないな。とりあえず今このお姉さんとこの人が対話してる状態なんですけど、前回の動画の、エレベーター降りたところですよね。これはエレベーター降りたところから今スタートします。ね、もうアルファチームがね、全滅しちゃったってことでね、ちょっと怖いですよね。どうなるんだっていう、どうなるんだって思ってもね、これ行くしかないんで、ガンガン行きますよ。よいしょ。お、樽がいっぱいあります。これは武器を取れますね。よいしょ。なんかまた垂れてますね、なんかイカスミみたいなやつが。もう絶対やべえじゃんっていう感じですけどね。どんどん行きましょう。もうここもやられてるでしょう、もう。いやーもう。ほほう。炎が使えると。とりあえずこれは、持っといてもらって。おお、なんか回復させてくれましたね。もうこれで何が来ても大丈夫ですよね。よーし。はい、鍵。地下焼却場の鍵を拾いましたね。これで多分あっちを開けるんですよね。スパパーといって、こう。よし、鍵を開けるぞっていう時にね、なんかカットシーンが入ってきちゃう。なんだなんだよ、おい、なんなんだよ、おい。おーっと開けますよ。鍵を刺さないで、なんか出てきたー。なんか出てきたー。キモいですね、もう。気持ち悪いんで、ちょっとね、飛ばさないですよ、今回は。気持ち悪いですからね、これ。ウニウニです。名前は知らないんで、僕はウニウニと呼んでるんですけどね。こいつ、キモいですよね、これ。アルファチームやっつけたの、こいつということですよね。ああ、やばいな、これ。絶対強いな。でも、こいつの倒し方、僕知ってるんですよ。見ててくださいよ。僕、秒殺強いんで、こいつ。こうやってこっち呼ぶじゃないですか。こっちにね。こう、おびき寄せる感じで待つじゃないですか。おい、来いよ、来いよってね。こう、おびき寄せ、行くなってお姉ちゃんも。この姉ちゃんすぐね、こうやって撃とうとするんで、もう、いや、勘弁してほしいんすよね。あ、来た。あ、撃つなって。撃たんでも倒せるって、お前焦るなって。行くじゃないですか。ね、ここ押すんですよ。点火。点火押したらね、ここが、おしまいって。おいおい、おい、どうしたおい。気分はどうだ、バカ野郎、おら。おらおら、どうだ、どうだ、どうだ。おらおらおら。もう、焼かれてますね。イチコロなんですよね、これ。気持ち悪い。アマチュアだとね、これで1コロなんですよ。ボスがね、もう一瞬でやられましたね。これ動画分ける必要なかったっすね、完全に。これ秒殺できるの忘れてました。もうこう終わりなんですよね。どうしよっかなっていう。かなりでかいボス戦がこんな感じで1分かかんないんですよね、ここ。で、まあ、ここを鍵使うと。で、開けると。こう行く。おぉ、ハンドガンですね。助かるんですよね。
全一発もね撃ってないのに、ね、ハンドガン結構もらえちゃうっていうね、ラッキーっすよね。でここ開けるの、これ上りの、もうねこれで終わりなんですよね。こう分けなくてよかったかな。いやでもね20分は行きたくないんですよね僕も。なんとか20分以内で抑えたかったんで、ここで切っちゃったんですけどね。じゃあ時間はあるんでここを流しましょうか、スキップせずにね。もう完全黒幕ですね、これは。完全に悪いやつですよね。もうなんか天狗みたいなのつけてましたからね。BOW。BOW、何か僕もよく知らないんですよね。まあ気持ち悪いやつは BOW って言うんですよね、大体。いやーなんか顔がワイルドっすよね。Aside from that, there's something new, something we've never encountered before.もう車これ使えると思ったら使えないですよね。困ったもんですよね。ああこれきついな、きついパターンだな。あちゃー、あー厳しいっすよね、やっぱこういうね、こういう社会なんですよね。お兄さんも言ってますよ、使い捨てか、ね、いやー厳しい、厳しい。てなところでね終わりです。今回も命中率はね60.9% ですね。あんま芳しくはないですけど、まあこんなもんでしょう。今回もね楽しめていただけたでしょうか。では、アディオース。ちゃんとね、顔出しの普通の動画も続けるんでね、大丈夫ですよ。実況するだけの人に変わってしまったわけではありませんので、ご注意を。ちょっとね、幅が広がっただけなんで、安心してください。アディオース。